どうもこんにちは、もこちゃんです。今日はですね、寝不足が永遠に解決しませんというお話をしたいと思います。はい、というわけで今日は寝不足問題についてお話ししたいと思うんですけど、今日話す内容はね、バカかお前って言われるねの覚悟で言う話なんですけど、ただ俺としては真面目に悩んでることなんで、ちょっとね皆さんにお話ししたいんですけど、要はね、まあ寝不足なんですよ、私常日頃寝不足なんですね。ちょっとね、もしかしたら無呼吸的な問題も抱えているのかもしれないんですけど、とにかく寝不足と、まあ、時間がね短いっつっても、まあ今どのぐらいだろう、6時7時間ぐらいは寝てんのかな、7時間寝てないかな、7時間、だからもしかしたらもっと寝れば解決するかもしれないですけど、まあとにかく寝不足、眠て眠てって言いながら朝起きるわけですよっていう平日を重ねた中で、休みの日に睡眠負債っていうことがあると思うんですけど、要は睡眠が足りてない部分をこう休みの日にこうたっぷり寝ることによって補うみたいな考え方あるじゃないですか、睡眠負債をこう返済する考え方、まあ要は寝不足だから休みの日はがっつり寝ようよっていう考え方あると思うんですよね。で最近、まあ、思い切ってそれをやってみたわけよね。ずっとこう寝不足だった中、休みの日にガーッと寝て、結局何時間ぐらい寝たんだろう、12時間ぐらい寝たのかな、あそこまでいかないな、10時間ぐらいか、それでも寝れたの、っていうのを2日ぐらい続けたわけですよ、10時間寝たのをね、でそしたら確かにすっきりするわけね。あ、すっきりして、要は自分が目覚ましとかかけずにもうすっきり起きれる時間、すっきりか分かんないけど、まあ起きれる時間でもうそのまま起きて、もう完全に眠たくないような状態にしたんだけども、そこまでいいじゃん、睡眠不足をこう睡眠負債を解消するために寝だめ、ね、まあ寝だめではなかったけど、寝だめをするっていう考え方だけど、でして寝だめしすっきりしましたってなったのはいいんだけど、あのさ、それするとさ、その夜寝れなくないかっていうことなのよ寝れないのよ、夜夜寝れなくなるわけ。だって休みの日にじゃあがっつり寝ました、で次の日、ね、平日ですって言った時に、この間のね睡眠ができなくなるのよ。要はもう寝足りてるから、で結局この日にがっつり寝られなくて、がっつりというかちゃんと寝れなくて、また睡眠不足に戻ってくるわけ。これがね、ループしてんだよね。これさ、マジでどうしたらいいの？わかるから言ってること。そう、要は、その寝不足を解消するために、めっちゃね、睡眠負債解消するためにがっつり寝る日を作ると、その日の夜寝れなくなるんだよね。結果、また寝不足が始まっちゃうわけよ。これどうやったらいいのかしら？っていうのが、私が今思ってることで、いやマジバカか、バカなのかって言われてもしょうがないと思うんだけど、本当にこれが俺の今の悩み、どうしたらいいんだろうと。寝不足なのよ、眠いのよ。でもそれってがっつり寝たらもうその日の夜は寝れなくなるのよ。その日の夜ってか次の日の夜か、ごめん、そう、寝不足してる状態の日はいいけど、それを解消してめっちゃ寝た日のその日の夜は寝れなくなるわけよ。これマジどうしてんのかなと思って。いやだからさ、本当にね、結構ね、参ってますよ。結果寝れないじゃん。結果こう不足分がずっと溜まってるわけじゃんか。で、がっつり寝たらもう寝れなくなるしさ、これなんかいい解決法ねえのかなと思って。結局そう、がっつり寝た日の夜は寝れなくなる。夜更かし、めちゃめちゃ夜更かしってか、寝れなくて、そのまま目が、起きたまま深夜何時にもなってしまうっていう、これがね私の悩みでございます。アホかと思われるかもしれないけど、マジで悩んでるからねじゃあどうしたらいいのよっていうところじゃん。だって寝だめしたら次の日に影響、次の日の夜に影響するし、そうかといって寝不足なのは間違いないしみたいな、じゃあいつどうやったら解決すんのかなっていうのがすげえ疑問です。はい、でさ、なんかやっぱり人のあれを見てると、人のあれっていうかニュースとかで見てると、そうやってね睡眠不足があった時に休みの日にがっつり寝てますみたいな人いるわけよ。え、じゃあその人たちは寝れてんの、その日の夜はっていう。
次の日の夜、うん、その寝不足を分寝た日の次の日の夜は寝れてんのか、あ、その日の夜か、その日の夜は寝れてんのかどうかの、俺すげえ疑問なんだよね。そこで寝れんのかな普通の人。マジで寝れないんだよね本当に、うん、いや体はなんとなく眠い感じにはなるんだけど寝れないのよ。もうずっと起きてて結局夜中になってる、うん、いやこれどうやって解決したらいいんだろうっていうのがここ数年思ってますね。ちょっとき、うん、こう、うん、どうしようもないっていう。寝だめしちゃダメ。1日の平均睡眠時間をた高めるしかないのか。それってやっぱ難しいわけよね。いろいろ都合があってね、寝れない時もあるわけだからさ。でそこでがっつり多分バッチリ寝れると結局次の日の夜は寝れなくなるっていうのは間違いないですよね。寝不足っていうか寝すぎてもダメだし、言えばバッチリ寝た分次の日眠くならなくなるみたいなこともあるから。でもそのめちゃめちゃ寝た日に昼寝したりすることができんだよね。その肝心なここで寝なくちゃいけないっていうプレッシャーなのかな、あれやっぱり。寝ないといけない、寝ないといけないっていうプレッシャーに負けてるだけなのかな。はあ、まあそんな感じで、ちょっと今日はね、本当に申し訳ない。本当オチも何もない話なんですけど、ちょっと悩み。私の寝不足に関する悩みでございました。はい、ちょっとねバカかと思うんですけど、マジでねこれに対して的確にアドバイスできる方ね、なんかいい方法ある方、アドバイスっていうか的いい方法ある方ね、もちろんね平日がっつりその全部1時間プラスして寝ればいいじゃないっていうのが解決策ではあると思うんだけど、それできねえからやってねえわけで、うん、ちょっとなんか寝だめに関するうまいやり方とかあればちょっと教えてほしいなと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと今度も喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。